水族館行った時に、私徳島でさ、結構釣りをしよったんよな。お父さんについて行って。よく釣りをしよって、魚って言ってもその可愛い熱帯魚とかそういうんじゃなくて、食う魚については結構詳しかったの。まだ付き合ってない男と水族館に行った時に、これ片口イワシやなとか言おったんよな。なんか餌用で巻かれたイワシの大群がなんかを見て、これ片口イワシやなとか言って。ペンギンとかだったっけかなんかにあげよる餌で、あれアジアはとか言ったんよ。そう。で、後日言われたんやけど、 魚とか詳しいのが結構なんかギャップでキュンとしたって言われて。だからその、割と質実剛健な魚を覚えてんのはちょっとギャップもえい,いかも。そう、アジっていい餌やねん、マジ。丸々太ったアジいやキュンってしたって言われたから、ま、みたいな。質実剛健魚でいきましょう。イワシとかアジとか <laughs>。みんながわかる魚とかじゃなくてな。私ちゃんとだからカツオもわかるし、スマガツオとそうじゃない、ソーダガツオの違いもお父さんに教えてもらった。カワハギとかわかりやすいやん。 で、質実合健合でいきましょう。そう。だから、熱帯魚綺麗で可愛い,いって言ってる女より、あれは、片口イワシやな。アジ食ってるやん、あのペンギン。ええー、さやな。とか言ってる方が、今の時代は、モテるかもしれへん。どう私のリスナーだったら多分、えー、イルカ可愛い,い女よりも、そう、そっちの方がいいと思う。徳島でな、めっちゃ取れんねん、あれ。徳もう徳島限定やわ、もう。この小さいイワシはな、もう普通に食うたらめんどくさいやろ。全部南蛮漬けにすんねんな。 ちっちゃいアジもな連れてもうたら南蛮漬けやうまいで行くちなみにここまでは言ってないですよ。そんな初めて水族館行った人に調理方法まで言うわけないじゃないですか。ただ、なんかどうやりたくなって、あれイワシやで、あれアジやでとか。でもなんか川に熱帯魚とかはやっぱあんま見たことないっけどわからんかったんやけど、でもなんか徳島で見たことある魚が出てきたら、こう嬉しげに言ってたら、意味不明な魚に詳しいのキュンとしましたって言われて、やっぱイワシやわってなったもん。 あの魚、ニモのやつだよねぐらいでよくないかえ。いやー、ちょっとあ、自分そういう薄い女嫌いっすね。ファインディングニモかわいいよねみたいな。あ、でもニモは健常者やけど、なんか一緒にある青い魚が害なんよな。ディズ術陣はやっぱ害出してくるよな、結構。ニモは、やっぱ、なんか性格のいい割と健常者。健常魚。そう、ドリーがかなり害獣を。でも害獣を人気があって、害獣魚編みたいなん出たんよ。名前忘れたけど、害獣魚編。<laughs> よかったら見てください。